はい、どうもこんにちは、キナヤの鈴木です。というわけで、前々からやろうとしていたんだけど、ドラゴンクエスト3、そして伝説、リメイク版が出る前にね、一人で、勇者一人旅、これ、あと1ヶ月しかないんだけど、まあ、どこまでいけるか、挑戦今日からスタートしてみようかなと思います。突然のスタートで、申し訳ない。じゃあ、いきます。今までの、残ってるんだ。レベル48、ラザトーム。おー、けどまあいいや、作る。はい。冒険の書2でいいよね。はい。また名前は、これでスタートしよう。男で。表示速度はもう早いでいいや。で、あとの設定はこんな感じで。これもどんどんいっちゃうぞ。ここスキップでいいか。なるほどね。わかりました。さあ。行きましょう。とは言っても、しばらくは、レベル上げになっちゃうんだけどね。まあ、ゆっくりやってこう。わかりました。倒していきます。15ゴールドは全部自分に使います。仲間は、とりあえず、募集しない。いや、最初はいた方がいいのかな。まあいいんだけど、やめとこうね。さてと、何言ってる ?50 で買えるもの。ヒノキの。いや別に、ちょっと待って、今持ってるの何持ってるんだっけ。今、銅の包みと旅人の服。はい。意味ねえじゃん、50じゃ。50じゃ何も買えないし。とりあえず、もういいや。はい。レベル上げ。こっからひたすらレベル上げの日々が始まるっすよ。一人で。やだな。これはきついんじゃないの。なんとかいけるか。ギリギリじゃん。帰ろ。はい、死にました。いきなり、死んでしまう。いきなり死んでるし、ダメじゃん。やっぱ、はい、まだ旅出しますね。もう、一人旅だから、何回死ぬといいや。一人旅初挑戦ね、本当に、マジで。本当に最後までいけるのかな ?1ヶ月かけて、最後まで。もう残り8じゃん。7。よし。一番最初に覚える魔法なんだっけ?レベル2になったけど、本意味だったらいいんだけど。メラか。帰ろう。寝よう。そうだそうだ。何もないし。はい。はい。最初しばらくだけ仲間いた方がいいのかな?いやいや、もうそうなると、最初やるって言っていた一人旅、全然それとは趣旨が違っちゃうから、頑張って、本意味を覚えるまでは、もう この繰り返し、家を出たり入ったり、で、本意味を覚えて、レベル10ぐらい、10だよ、10じゃもう、遅いかな。レベル5とか6になったら、もうちょい先に進もうかな。レベルいくつぐらいで先に進む、この、何の塔だっけ?ここには、レベルいくつぐらいで、しかも一人だったら、一人だったらさ、経験値たまるのも多分早いだろうから、サクサクとレベル上がるかな。なんて思ったんだけど、まだ上がんない?そろそろレベル3になってよ。これきつくないけど。やばいや。ダメだ。また死んだし。レベルアップかな?よし。レベル3、ホイミーあいつ覚える。まだか。ダメだ。帰ろう。一回戦って、家に帰る。何やってんだろうな。もう死にまくってるから、から、お金も全然貯まってないんだよ。まったく。お金銀行に預けといた方がいいから。やっぱりお金預けよう。あ、違う違う。48ゴールド。ダメだ。預けられない。なんかある？やっべ、これ結構、ほんと一人旅ってハードだな。こんなきついと思わなかった。やったことないんだけど、今まで。お金が、ほんとマジでたまらない。50あるから防具をなんとかできるかと思ったんだけど、50じゃ防具何にも買えないし、かといって、ねえ、戦ってお金集めて買おうかなって、そのためにお金ちょっとでも貯まると死んじゃうし、1000ゴールド単位でないと預かってくんないし、きついなぁ。他の人たちってよくやってるんだね、こんなきついの。俺もう1回目で挫折しそうっすよ。よし、レベル4。これで、やっと本意味覚えた。これで少し楽になるかな?早速、使うっす。よし、Emax 29。これで少しね、楽になると思うんだ。なんか、一回バトルしてはホイミして、そんなん繰り返してる。お金がちょっと100超えたので、ひょっとしたら防具を変えるんじゃないかなと。はい、買いに来ました。旅人の服持ってるから、革の盾を。はい、次に革の鎧が欲しいな。はい、もちろん揃えてる。もうお金がないです。次が、革の鎧はいくらだっけ ?150。少し、あ、そうだそうだそうだ。なんかあるかな?こういうとこ全然さ、今回、
旅してないんだよな。あ、違う。ああ、そっかそっか。うん。はい。小さなメダル持ってないんですよ。はい。小さなメダルさ、あれどこにあったっけ、どこにあったっけじゃないんだけど、グリンガム欲しいな。それで、勇者って、勇者だよね、自分。転職できたっけか。もう早く転職できるようになりたい。勇者は転職できたかどうかっていうのはちょっと謎なんだけど、覚えてないんだけど。ダメだ、レベル5で、あの塔に行くって言ったけど、無理だよ、今。今、レベル4でこんなに苦戦してるから。いや、いけないことはないだろうと思うんだけど、レベル8ぐらいかな、塔に行くのは。それでさっき、昔のデータ見たらレベル41で、クリアしてたんで、まあ、一人だったらレベルいくつ？あ！そっか、一人だったら、メタルスライム狩りとかどうすんだろう。え？仲間いないとちょっときつ、メタルスライム狩り、きついような気がしてきたぞ。想像しただけでも無理っぽい気がしてきた。あと一回しかホイミは使えない。ん？あと一回？あと一回だね。あと一回やったら、街に戻って家で寝よう。それとも仲間作っといて、ねえ、メタルスライム狩りの時だけ仲間に加わってもらう？あ、やっとレベル5。そういう手もあるんだよな。レベル上げだけの時だけは仲間にいてもらって。それはやっぱりなんか邪道だよね。いや、一人だけでもさ、2回死んだだけでレベル5になったって。まあ、これはこれで、一応頑張ってはいるってことかな。悪くはない。悪くはないんだけど、まだまだ、きついな。よし、ちょっと、次の村行ってみるか。今お金いくら貯まってたっけ？73。もう、勇者だっていうのに、次の町に行くだけで、こんなヒーヒー言いながら。さて、次の町、なんて名前です？レーベの村。レーベの村。それで、レーベの村では何言ってた？銅の剣持ってるから、鎖鎌320。顔の鎧が150。うん。頑張って貯めます。さて、また元の場所に戻るぞ。せめて革の鎧を買ってから先に進みたい。いや、武器ももうちょっといいやつ。鎖鎌ぐらいは欲しい。概要欄の方にリンク貼ってきますけど、同時進行であの、和樹くんがドラクエやってます。そっちもね、今日の時点で3本までしか進んでない。けど、多分きっとすぐお父さんが追い抜くかと思うんだけど、まあ、概要欄の方にリンク貼ってるんで、もしよかったらそっちもぜひ見てあげてくださいよし。もしお父さんの方どんどんやって追い抜くぞ。今レベル5。レベル6、せめてそろそろレベル6にならないかな。やばい、死にそう。よし、ギリギリ、残り5。さて、最後の1回、ホイミ。もうこれで、やばくなったら、帰ろう。いやー、もうひたすらただ単に上下移動しかしていないという。いやー、そろそろレベル6になるかなー。今のバトルでなるかと思ったんだけど、ならなかった。モンスターが逃げるようになったら、塔に行こうかな。まだレベル6にならない。そろそろなりそうな気がするんだけど、とにかく一人旅だったら、レベルいくつぐらいでこの辺りのモンスター逃げるようになるんだろう。よし、レベル6。魔法は覚えないです。はい。というわけでね、とりあえず、今回は、こんなところで、一旦終わりにしていきます。はい。けれど、なんだかんだ言って、動画としてはさ、ひたすらレベル上げだけっていう、もう、動画としては面白くない。なんで、時間外を使って、少しずつレベル上げとかやっていこうかなと思います。163だ。防具が買える。よし、買おう。というわけでね、防具を買って、今回は、顔の鎧を買って、こんなところで一旦終わりにしておこうかと思います。まあ、よかったらね、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。じゃあ、いらないものは、言います。